どうですかどうですか、みんなの意見は。ちょっと怖いんですけど。イメージどんな人だったの、ハム時代。シャキーンって感じ。イメージはこれ。これでもスーパースターのイメージ。甲子園のスターっていうのもちょっとっていう感じはありました。去年まではチームメイトになって。いや、そうですよね。どうですか、人気だなって感じです。チャラさもあり、そのしっかりしてる部分も持ってる。めちゃすごい気さくな感じ。意外にこれがその中で今でもなんかそうかもしれないっす。どんどん沼ってるっていう感じあるよね。そうっすね、これ策略にはめられてるかもしれないです、もしかしたら。お前めちゃくちゃおとなしいやつだと思ったわって言われて、え、全然違うけどなと思いながら、田舎チックな感じるものがやっぱあって、こんなになると思わなかったですね。吉田君ありがとう、甲子園で活躍してくれ。釣りに関してはブレブレ